生活にしてね。お二人は今何年生ですか？高校3年生です。僕も3年生です。あ、じゃあ2人ともお友達ですかね。そうそうです。なります。では、ちなみにその高校は何県にある高校ですか？岐阜県です。ありがとうございます。岐阜からわざわざじゃあ今日静岡に来てくださったということなんですけど、静岡大学のオープンキャンパスに来ようと思った理由とかってお聞きしてもよろしいでしょうか？自分はその東海近の大学に行きたいと思ったんで、ちょうどここ見てちょっと一回行ってみたいなと思いました。いかがでしょう？僕は工学部希望で、その静岡大学のなんか電子物質科学かっていうのをちょっとあんまり聞き慣れなかったので、ちょっと興味があって来ました。やっぱりあの科学となんか物理のなんか融合っていう、今までになんか聞いたことない学科だったので、ちょっと静岡大学、最近そういう学科がいろいろ細分化、細かくなったりいろいろ複合したりし始めたので面白いと思います。というところは、では最後にですね、これから大学、さらにその先就職とかその夢なんてものがあればお聞きしてもよろしいですか？まだその決まってないんですけど、実は大学に行ってその今まで知らなかった子を見て、そこでちょっと決めると、その自分のやりたいことっていうのを将来できていったらいいなと思います。やっぱりその今までなかったものを作って、こうみんなをこう驚かせていくとか、そのみんなのためになるようなものが作れたらいいと思います。あ、じゃあ割とこう新しい製品を開発したり、ちょっと今まで世界にないような薬ができたりとか、そういうものに面白さを感じる？そうですね。いかがでしょう、夢とか。将来の夢、行きたい職業とかまだはっきりとは決まってないんですけど、なんかそういうなんか新しい物質なんか、そういうのが研究して、なんか社会とか人の役に立つものとかを作ってみたいと思います。やっぱり結構作りたいっていうものがお二人とも強いみたいですね。学科はエレクトロニクスと材料科学の融合学科で、電子物理やデバイスなどのエレクトロニクスの知識や新しいデバイス開発に役立つ材料科学の知識を持った学生を育てることを目的に発足しています。エレクトロニクスや材料科学に興味ある学生の皆さん、それから物理や科学に興味のある学生の皆さんには、ぜひうちの学科に来てください。私は大学受験を通じて科学の勉強が楽しいと思い、そこから科学系の専攻に進もうと思いました。また勉強を通じて将来ものづくりに携わりたいと思いまして、その際に材料に関する知識をつければものづくりに何でも活かせると思ったので、電子物質科学専攻を選びました。はい、では研究の話についてお伺いしますが、鈴木脇屋研って一体どんな研究室なんですか？はい、気相法や液相法、などのさまざまな方法からセラミックスの粒子や膜を作る研究をしています。はい、私は今、セラミックスの薄膜の研究をしております。切削工具と呼ばれる金属を削る機械の、保護膜の、研究をしています。では最後に受験生に向けて何か一言お願いします。はい、大学生活は高校生と違って、サークル活動などを通じてさまざまな年齢の人と付き合える貴重な、経験ができる場であると思うので、皆さんも受験を頑張ってぜひ静岡大学に入学してください。じゃあ今日は暑い中ありがとうございました。お疲れ様です。高校生の頃は科学系のちょっと材料開発っていうものに興味があったんですけど、ちょっと科学よりも物理の方が科目的に得意っていうのがあって、でこの電子物質科学科っていうのはこの物理系と科学系の融合っていう特色のある学科だったので、ちょっと選ばせてもらいました。どのような研究をされてるんですか？今自分の行っている研究は透明電極の開発っていうの、ざっくり言ってそんな感じなんですけど、レーザーを使って
あの透明の薄いフレキシブルのガラス基板に銀でラインを描いて、で透明性を保ったまま電気伝導性のある電極として使えるものをっていうふうにこの開発っていうのを研究してます。そうですね、研究やっていて楽しいことっていうのは、まあ毎回自分でちょっと条件とか、もの条件とか変えて実験するんですけど、まあ、その条件によって結果がやっぱり変わってくるんですよね。それで、まあ、うまくいったら嬉しいですし、次もっとこうしてみようっていうのを考えていくのが楽しいことですね。逆にその辛いこととしても、まあ条件を考えるっていうのを自分の考えなきゃいけないので、そこは難しいところでもあります。何研究室にいらっしゃるんですか？この敦史先生っていうとこの指導の下で研究室入ってるんですけど、小野先生はすごい学生の面倒見もいい人なので、すごくやりやすいところです。僕は大学院に進学っていうのを考えてて、で大学院で2年間勉強してから就職っていうのを考えてます。就職は今ちょっと医療機器のこととかやりたいなっていうふうに考えてて、まあもともと自分がなんで工学部にしたんだろうっていうのを考えた時に、なんか人の役に立つものを作りたいっていうのが一番初めにあったので、でもそれをちょっと将来のことを考えた時に、やっぱ医療機器っていうのは分かりやすく人の役に立つものなんで、そういうものをやりたいなって今考えてます。私は電池の研究をしたいと考えていて、でこの電子物質化学科では化学の分野と、まあ、物理の分野、特にこう材料の分野と回路の分野を学ぶことができます。はい、物理がもともと得意だったんでしょうか？はい、全然そんなことはなくて、高校時代はやっぱちょっと苦手だなって思う部分もあったんですけど、やっぱこう電池ってなるとこう回路だったりも絶対必要になってくるなって思ったので、まあ、少しでも学んでおけばやっぱ違うかなと思ってました。はい、科学はどうですか？はい、科学はまあ比較的得意というか好きだったんで、まあ、そこを中心にしていきたいなとは考えていました。はい、その中で特にあの電池に関心がいったきっかけ、はい、とかありましたら教えてください。はい、私小学校の時にこう卒業論文みたいなの書く時にこうエネルギーのことを書いてて、でそこでこう太陽電池のことを調べてて、でその時にすごい興味を持って、で将来こんな研究できたらいいなって思って、それがずっと続いてたので、大学でもぜひ研究したいなと思いました。はい、こんな研究室というところに配属されました。はい、どういったことを研究されている研究室ですか？はい、主に太陽電池をやっていて、私がやっているような色素増加の太陽電池だったり、その他にもこうペロブスカイトを用いたり、こういろんな太陽電池があるんですけど、それらを中心にやっています。とやっぱ大学っていう場所はこう自分の一番やりたいことを人生の中でできる場所だと思うので、私はこの学科に入ってこの研究をできてすごい良かったなって思ってるし、静岡大学に来てこうサークル活動も含めこうすごい有意義に過ごすことができているので、充実した日々を送れています。なので皆さんもぜひそういう大学を見つけてもらいたいなと思っています。